8月7日、松阪市文化財センター埴輪館で、中学生によるボランティアガイドの動画撮影が行われました。このボランティアガイドは、中学生に郷土の歴史や文化に親しみを持ってもらい、コミュニケーション能力を高めてもらおうと毎年開催していて、生徒は常設展示の宝塚古墳の謎を解説します。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前に撮影した動画で解説する方法に変更しました。撮影は8月7日と8日の2日間行われ、この日は4人が動画の撮影に臨みました。生徒たちは古代衣装に身を包み、緊張しながらも一つ一つ丁寧に解説を行っていました。縦の側を古墳の外側に向けて建てられていたことから、古墳を守る手前に置かれている破片は草摺りといい、鎧の裾の部分にあたります。大型埴輪の説明をさせていただく鈴木です。撮影終了後、生徒たちにはボランティアガイドの認定書が交付されました。撮影した動画は8月20日から9月22日の間公開され、スマホなどを使って QR コードを読み取ることで視聴できます。ありがとう。ありがとうございます。埴輪館の方々とかすごく優しくて、なんであんまり緊張はしなくて、それよりなんかワクワク感っていうか、あんまりなんか動画で収録したりとかなかったので、貴重な体験させていただきました。とやる前はすごく緊張してたんですけど、やり始めたらすごく楽しくて貴重な体験でした。はい、ぜひご来館いただき、生徒の皆さんが解説している動画をご覧ください。